今回ご紹介するのは伊予鉄道群中線の群中交駅です。当駅は群中線の終点駅で、道路を挟んで JR 四国予讃線の伊予市駅があります。群中交駅は愛媛県伊予市小湊にあり、1939年昭和14年5月10日に開業しました。当駅は単線構内で一面一線のホームを持つ有人駅です。下り電車は当駅で折り返し運転となり、上り松山市行きとなります。群中線は当駅から愛媛県松山市の松山市駅を結んでおり、松山市のベッドタウンである正木町や伊予市との輸送を担っています。近年は沿線の成長に合わせて利用客数が増加傾向にあるそうです。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。